内容もちゃんと教えてくんなきゃ意味がわかんないよ。教えるならちゃんと教えてよ。神話に出てくる武器の説明されても楽しくないよ。グングニルもロンギヌスもエクスカリバーもデュランダルも雨のブラックモノ剣も意味不明だよ。何がかっこいいのか全然わかんない。他の用語も謎なんだよ。現在とか10回とか創世記とか目次録とかアルマゲドンとか名前がいいだろってどういうこと。雰囲気で感じろとか言われても無理だよ。相対性理論とかスレディンガーの謎とかバイオ引力とかちょっとネットで調べただけで知ったかぶらないでよ。中途半端に説明されてもちっともわからないでよ。ミーテとかゲーテの言葉言いようしないでよ。知らない人の言葉使われても何が言いたいのか全然わかんないでよ。自分の言葉